2024年6月26日水曜日の日刊生放送始まるということで始まりました、水曜日も始まりました。日刊生放送、なんか瞬間的にピントが合ったり合わなかったりっていう感じですね。今一瞬ね、なんか合いましたね。それで、何のネタをしようかなっていうふうに思ってですね。ああ、久々になんかこう、ゆっくりと、あれ、パソコンの電源落ちてんのか。入れといたと思ったんだけど、パワーセービングとかっての映るということは、モニターの電気は通ってるけど、パソコンから信号が来てないっていう状態ですね。今日は、なんか、曇り。でも、まだね、うちはかろうじてエアコンつけてないんですよ。昨日はよっぽどつけようかなって思ったんだけど、いや、まだ持ちこたえられる。外の方がね、涼しいので。それでなんかね、空気の塊みたいなのが家の中にあって、で、この窓の近くに行ったらね、外の冷気が入ってくるんだけど、なんかこの温められた熱の塊みたいなのがこの辺にドワンとあってですね、その窓を開けてる場所をもうちょっと増やしたら涼しい風がもっと入ってきて、ボワンドワンとしたね、空気が退散するかなってと思ってですね。本当にこのエアコンつけ出したらね、なんか電気代上がるとかって言ってるしね。いや、今ピントが合いましたね。それでですね、今私は Facebook、 そのパソコン上の Facebookを出そうとしてるわけですね。で、Facebook にブックマークしてって、そこにネタがいろいろ入ってると。今 Facebook を大急ぎでね、立ち上げておるところですね。で、昨日は、なんだ、石破茂五六第5版を作ってるっていうのを、5版を作ってるというのをね、これは日刊生放送を聞いて、ってる人の、まあ、特権ですよね。治った。ですね、さっき電波が切れたのが Wi-Fi なんですよ。なぜだかこの iPad と外に出て帰ってくるたびに Wi-Fi 未接続っていうことになって、そう、最近なんかそういう風になってんですよ。だから一遍、このね、明るくドアが開いてるあたりに Wi-Fi の電波を出す機器があるわけだから、そこの電波に合わせたらずっとそれにしっぱなしにしてたらいいじゃないですか。なんか都度解除するんですよね。だから本当は日刊生放送始まる前のルーティンとして、ここの Wi-Fi に iPad を合わせるっていうか、その作業をしないといけないんだ。そういうのしようって昨日おとつい思って忘れてたわけですね。そうすると Wi-Fi 未接続です。これね、今ね、合わせましたから、電波がビン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 って飛んでるやつに合わせましたから、切れないと思います。多分あれほんと不愉快なんだよね。途中で切れるってね、超不愉快なんですね。で、私これがね、これ回ってきたら、だいたいいつも私、この自分の Facebook でね、まあ音だけでもいいかな。なんかね、ちょっと待って、音が出ないじゃん。音だけでいいかなって言いながら音が出ないなんて話になんないね。あれ？あ、ここがね、なんかこう、幻妙な雰囲気が、ひょーっとかって。こういうの
のってなんかね、私ね、好きなんですよね。なんかこう、笛と太鼓。で、この真ん中を走ってんのが、楽譜みたいなね。私の考えでは、まあ楽譜っていうよりも、演者の、まあ自分のための覚え書きなんですよね。だから本来は、先輩とかに、先生、師匠に教えてもらって、この通りやれってね。まあその日本の芸事ってそうでしょうね。先生がやるから、その通りにやんなさいね。しかも若田寿師匠、花房田寿師匠の時に、もう20年も30年も前ですよ。ね。文楽の稽古っていうのは厳しい、誠に厳しくって、この言い回しとかね、難しい、節回しの難しいやつとか、テープレコーダーに録音させてもらって家に帰って練習なんて、そんなことは言えない。今やれ、今ここでやれ、今ここでやれって言って、ね。すごく今聞いたばかりのその師匠の難しい節回しをここで今やるっていうことを要求される。だからさっきの太鼓とか笛の方もね、基本的にはそうなんだと思いますよ。あれ難しい、自分がやったらどんだけ難しいかなって思うよ。だから楽譜の通りやったらできるっていうもんではね。で、これ面白いね。笛がね、リュウリトロロロ、リヒヒョウヒョウル、ウロロロ、ウロロロ、ヒヨロロロって、ウーとかリーとかヒョウで、音の高さを表現してるわけよね。シャイ、シャイタッターとか、ウータとか、ね。楽しいですね。ですから、師匠が、やってくれた通りにやって、もう何回も何回もやってですね。だけど、まあ、自分の覚え書きで、こういう絵解きにしてですね。こうなんか、それを見るだけでもね、これ私すごい、こう、好きなんですよ、見るのが。見るのも好きだし、聞くのもね。本当にこの、日本の音、日本の音、っていう感じで魂が打ち震える。あとね、音楽ネタでね、昨日発見したネタで、リコーダーってあるじゃないですか、縦笛ね。小学生の時誰しも習った縦笛、時にパイプオルガンっていうものがあるんですね。パイプオルガン、うん、でパイプオルガンっていうのはそのパイプに空気がピュッて、まあ、流れ込んで、そのパイプを鳴らせる。ね、鍵盤を弾いたら、その不意語かなんかでね、昔はあれ人が足で踏むかなんかね、もちろん裏側の見えないところですけど、そうやってエアーを送り込んで、で、この鍵盤をピッと押したら、この管に流れ込む入り口がパッと開いて、ピューッと流れ込む。ね。で、最初のリコーダーの話をしたっていうのは、結局そのリコーダーにこう管をビューッと繋いできて、空気が来るようにしといて、で、しかもその管の途中をですね、塞いでおいて、鍵盤に当たるものを押したら、その塞いでるのがピャッと開いて、空気がベーッと来たら、ピーって鳴る。ね。で、これで音程が違うリコーダーを並べてやったら、誰しも小学生の時にお世話になったリコーダーでパイプオルガンのようなものができるというね。これはですね、先にネタありきで、私が思いついたネタではなくって、実際にやってるネタが出てきたわけですね。早速見せましょう。これね、70時間かけて作った、70時間かけて、もう動画があったので早速ね。いいよね。今、不意語をね、足で踏み込んで。まごうことなき。リコーダーの音。まごうことなき。
リコーダーのサウンドですよ。今一遍吹き込んだかな。すげー人が、これツイッターで18万いいね獲得だって。だから当然だよね。18万でも少ないぐらいだよね。もう一桁多くてもいいんじゃないかっていうぐらい。これは異業ですよ。これね、やった兄ちゃんの顔が出てるんで、これをね、皆さんに見せておきましょう。やった兄ちゃんが、こういう装置ですよ。で、バネの種類が何？杉浦発情さんのネギじゃなくって、バネを使わせていただきました。これ作った方のお顔、作った方のお顔が、で、この人ね、他にもいろいろこういう楽器を作るのが趣味みたいで、横顔ですね。若いですよ。なんか年寄りの人かなと思ったら、若いんですよね。ベースカホンのキックいいかも。ちょっと待って。ベースが、インパクト、私的にはちょっとインパクトがね。ドラムセット。これ何これ、これ何これ。アキカンオルガン。これ名前がインパクトだね。アキカンオルガン。これすごいね。アキカンが音が鳴るようにして、アキカンオルガン。通称、オルカン。オルカン。この人ですよ、この方ね。この方ね。これ何？これ何？このぶら下がってんの？これ楽器になってんの？なんかもう一つあれだね。ということでね、この方ですよ。お名前が？ちょっと待って。で、私の方に顔向けて、私の方に、私に顔向けしなかった。仕方ないわけで、私の日刊なんですから、私の方に向いてなかったら、もう何の意味もないわけですよね。そういうことですよ。それでですね、もしもリコーダーでパイプオルガンを作ったら、思いついても普通はやらないよね。ということをやった人、ああ、これ、ツイッターの名前が、想像力の層に、アット自作楽器。作るアット自作楽器っていう方ですね。本名まで書いてないね。X じゃなくて、ツイッターでの名前、作るアット自作楽器。で、これ作るのに、70時間かかった。で、結構このリコーダーってのは息の、0.1 ミリ空気のストリームが違っても全然音が違う。また高さによってもね。だからあのリコーダーの穴をセロテープかなんかで塞いで音程を作ってるんでしょうかね。あと吹き込み方はそれは難しいと思うわ。それにすごい試行錯誤して結局70時間かかった材料費は8万から9万ということですね。すごい人がいるもんだっていうネタですよ。いやー、すごいね、根気があるし、想像力もあるし、偉い人だと思うわ。本当にね、面白い人だな。いい意味で面白い人ですよね。さてですね、落雷でこれまで地球上になかった物質が、作られた。ね。これは、おとついぐらいにあって、あんまよく取れなかったけど、だから地球上にない物質、この近いやつはあるんだけどない。フルグライトっていう鉱物。木にバーンと雷落ちた。木にバーンと雷落ちたと思い出すのはトム・ソーヤの冒険ですよね。
トム・ソーヤーたちが、ハックル・ベリン・フィンとかですね、そのいたずら仲間がいて、もう大人と付き合ってるのは嫌になった。ね。この大きなミシシッピー川の中州の島に、俺たちだけで行っても独立して暮らそうぜ！ってアメリカならではの物語ですよね。で、テント張って、ところが、嵐がやってきて、ね。本当に命からがら。で、後になってみたら、その自分たちがいてテントを張ってた大きな大木に雷が落ちて、その木がパーンと真っ二つに割れてるということを発見した。ということは、そこにそのままいたら、死んどったっていうことですね、トム・ソーヤの冒険。だから、トム・ソーヤの冒険は、トム・ソーヤはここで死にました。はい、終わり。と終わるはずは、マーク・トゥエインのおぼし飯でそうならないでね。だから、マーク・トゥエインとしては、すごくマーク・トゥエインっていうのはキリスト教をディスってるわけですよね。当然のことながら、いろいろディスってる。だけど、その、トム・ソーヤが、引き取られた子供でね、養子ですよ。だけど、すごくそのポリーおばさん、口うるさいおばさんなんだ、いち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 文句よね。だけど、すごく、トムのことを、そういう方したら愛してる、大事に思ってる。だから、トムが自分たちだけで冒険に行っちゃって、大人の反響を探りにね、こっそり帰ってくるわけですよ、自分だけね。で、ベッドの下に、おばさんのベッドの下に隠れてたら、おばさんがいつものようにベッドにひざまずいて神様にお祈りしてるね。私は共にねが悪くないのに、私の勘違いで叱ったようなこともありますね。本当に悪いと思ってます。私にとってトムはもうとてもとても大事でたまらないんです。どうぞ神様守ってやってください。だからトムがいるからね、トムに聞かせるためじゃなくって、本当にそのおばさんの真心ですよ、真心ですよ。その祈りを聞いてトムは思わずね、ベッドから飛び出そうか、ベッドの下から飛び出そうかと思うんだけど、それしないでね、で帰って村に戻ろうぜって作戦会議やって、だこれも3日間彼らはいなくなって戻る。これ聖書読んでる人なら誰でも気づく。イエス・キリストが十字架にかけられて死んで、ね、3日墓に葬られて復活した。だからそれを自分たちが、だからこのいたずら小僧たちも聖書の話を知ってるってことだね。だけどマーク・トゥエインの筆では、聖書にこう書いてあって、だからそれに習ってって一言も書いてないけど、みんな聖書知ってるからよくわかるわけですよね。で、大人たちはもう彼らは仕方がない死んだものだとみなして、教会でお葬式やってる、その途中に、トム・ソーヤとハックル・ベリー・ビンともう一人の男の子が、死んだのが、生き返って飛び込んでくる。そういうね。ですから、マーク・トゥエイン、キリスト教、なんか寄生宗教、っていうかすごくディスってる面があるんだけど、そのポリーおばさんの祈りですよね。ここにはすごく一目も二目も置いてる。そういう風に人が祈って神様が答えてくださるって確かにあるよね。それはもうアメリカを代表する大衆作家として、アメリカの物語を描くのにここを描かなかったらねどうしようもないよっていうことで非常にさりげなく描いてる。あとね、リバイバルの場面とかってあるんですよ。そのリバイバル、伝道師なる人が村に巡回してきて、特別な音楽とかですね、説教の内容もいつもの教会の説教と違って、活気があるようなですね。で、すごいこうなんか霊的に影響を受けちゃって、ハックルベリーフィンでさえも聖書の言葉をなんか、そらんじてみるとかね。聖書を読んでみるとかね。トム・ソーヤは、その時、たまたま、病気にかかってて、行けなかったわけですよ。行ったら、トム・ソーヤも、そのリバイバルなるものに引っかかってしまって、聖書を読んだりとか。ね聖書の言葉を
富士山だりとなってしまうはずだったけど、自分はそうならなかった。ね、悪いバイキンに、菌を移されなかった。だけど、あの、ハックルベリーフィンまでもが、そんなことになってしまって、みたいなね、ことを、マーク・トウェインは描いてるわけで、まあそういうことがあったんでしょうね。そういう現象が。現象が。ところが、まあその村で起こったリバイバルは、1週間か2週間したら、元通りになって、悪ガキどもは悪ガキ遊びをやると。まあ悪ガキ遊びって言っても、なんか猫をなんか殺人事件の犯人に仕立てて、なんか裁判するとかですね。なんかわけない。だけどそのリバイバルっていうことがあって、なんか人の心が強制されてじゃなくって、すごく感化されるっていうようなことがあるんだ。これアメリカの歴史に欠かせないことでね。私の時に書いてますけども、あ、雷でここまで行ってしまいましたね。ね、トム・ソーヤの冒険は、まあ、ボーリズもきっと読んだだろうっていうね。で、雷が落ちて新しい物質ができたっていうこと、宇宙の物質と地球上の鉱物の間によるギャップを埋める全く新しい鉱物グループ、ね。ああいろんな、なんとか、石とかね、ちょっとペラペラと言いませんけど、サウスフロリダ大学の地質学者が、フロリダ州で雷がガーンと落ちた。そこから回収してきた雷の化石、こと、フルブライトっていうものがね、雷が落ちて、その時に生成され、ね、こういうなんかこう塩が何これなんかこう服楽器かなんかの形みたいに凝ったみたいなね、中が空洞になったチューブ状のガラス質でできて、直径2センチ長さ7センチ結構でかいもんだね。これまでなかったのが雷が落ちて周囲の物質が組み合わさったりしてできたということなんですね。で、これがアリン酸カルシウム CaHPO3 に似た特異な物質、特異な物質を見つけて大特異っていうことですね。この物質を構成しているリンとかカルシウムは一般的なものなんだけど、その組み合わせがね、リン鉱物は酸化数が5っていうものとマイナス1のものしかこれまで地上にはなかった。ところが全然組成が違うっていうことなんですね。O3 なわけですよ。O3 なわけですよ。マイナス1って何なの？この絵が地球上に自然に存在するのは見たことがありません。厳明ですよ。この人専門は、地球科学者ですから、もう専門ですから、そんな外れたようなことを言ったら恥かくだけで、ね、もういろんなことを知り尽くしてる専門家、地球上にこれまで見たことのない物質です。ね、私がこれまで科学者としてやってきた全ての知識、経験値、ね、それを傾けて、これは初めての物質です。だからみんな寄ってたかってそうなのかなって調べるでしょうね。違ってたら文献に載ってるやん、もうすでに発見されてるやんってことになりますけど、どうもそうではないみたいですね。ああ、そういうことが起こるっていうことですね。雷によるリン酸塩の還元が初期の地球では広く起きていたと考えられ、だけどその時にね、できなかったものが残らなかっただけなのかな、壊れやすかったりして。見つかった物質を正式に新しい鉱物と宣言できるか判断すべく、さらなる調査を進めている。これが去年の5月の段階の記事ということで、もう一つ行こうかな。もう一つね。前澤友作さん、民間人で、自分の金で宇宙に行った人ですね。宇宙飛行士。ところが、Facebook とか見てたら、前澤さんの名前を語って、何百万円とかあげますって。これ本人が一遍やったこともあるのかな、ちょっとよく経緯はわかりませんけど、
その前澤さんになりすまして、ね。で、前澤さんが結局、この Facebook とか X を運営しているメタっていう会社を裁判で訴えた。それはひどいと思うよ。私らから見てても、そんな有名人ね。自分の名前使って、写真も使ってやられ放題で、対策が取れない。それは運営会社がちゃんと審査して、本当の前澤さんなのかって、調べるぐらいの義務はあるでしょうよ。ところが今の法律、を彼らは盾にとってメタ社はですね、こんなもんやる必要ありません。表現の自由ですからって言ってるかどうか知りませんけど、まあ事実放置してる。だから、前澤友作ですっていうフェイスブックはね、たくさん出回って、ツイッターがたくさん出回って、そういう人、有名人って平気なのかなと思ったら、怒ってるわけですね。怒ってるけどどうしようもないという実態で、で、前澤さんはもう行動を起こした。ね、自分の名前を語って、要するに嘘であり詐欺っていうことですよ。詐欺広告の掲載をやめるように、Facebook の運営会社を相手取って裁判を起こした。これが5月15日の記事ですね。Facebook の運営会社メタ社などを提訴したことを Twitter 上で発表しました。で、訴えの中で前澤さんはメタ社側がそういう広告を許可している。メタ社が許可してるから載せるわけだろ。金さえ入ればいいって。広告掲載をやめるっていうことと、前澤さんに対する損害賠償で、賠償額は1円。ね。だから、金が欲しくてやってるんじゃない。責任問題をはっきりさせたい。違法なのか、合法なのか、まずははっきりさせたい。ね。詐欺、被害、抑止の大きな第一歩になる。などと、このツイッター上で、前澤さん。ね。これはもう前澤さん、全面的に、応援したいですよね。有名人だったらいくらその成りすまししても有名人だとかってとんでもないこと言う人いますけど、これはやっぱり守られないときは、だって本人が言ったのでないのに本人がこんなこと言いましたで名誉毀損ですよね。はっきり言って名誉毀損っていうことですね。他何もう一ついこうかな。時間がもう短いからね。テスラの自動運転機能に隠し機能のイーロンモードを発見した。だから、テスラ自動運転が売りなんですけど、その、ハンドルは持ってないといけないとか、目をピャッとつむってると起こされるとかですね。だけど、もう全然、そういうことしなくても運転はできる、技術的にはね。だからハッカーですから、そのハッキングしてその押さえてるのを外してドライバーの監視が全く不要になる隠し機能を発見した。これが去年の6月の記事ですね。なるほど。イーロンモードってこの人がね名付けて、イーロンモード発見したで、運転中ほとんどハンドルを触ることなく車を運転することで成功した。これ動画が載ってるからね、あんまり動画見ても意味はほとんどないけど、あるから見ようと、そこに動画があるから見ようってこういうね、これちょっと分かりにくいですけど、こっち座って全然手がハンドルの方に行ってないね、イーロンモードによる感電自動運転でございます。の図でございました。さて、時間が29分41秒。で、お聞きになっているあなたに、天地を作りに行った誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、水曜日3日の放送にて失礼いたします。まだね、29分55秒。55秒。で、コメント欄が、コメコメちゃんがコメコメクラブですよね。X もテスラもイーロンマスク。そうだよね。偶然ですね。イーロンマスク。ごきげんようっていうことですね。あ、友作。優作って読むんだ。優作って読むんだ。夏祭りの雰囲気。あ、なんとなく夏祭りの雰囲気でございますか？下でございますか？なんか。何これ？ Y さんの
亀の甲羅が光ってる。あの、雷の話をしましたから。雷の話をしましたから。ね。で、トム・ソーヤーたちが、ね。マーク・トゥエンの作品の中で、ね。こう、冒険行って、子供たちだけで独立して。雷を打たれる。これどう考えても夏のシーンだよね。夏祭りっていう。そこにも繋がるかもしれないですね。トム・ソーヤーの冒険。夏の一コマっていうことでございますね。ということで今日はこれにて失礼いたします。31分4秒ということで失礼。